今現在、最も MLB ドラフト指名に近い日本人、大山丈一郎。ビキブログ。じゃあ、ビキです。ここ数ヶ月でアメリカ大学野球界隈では、いくつもの大ニュースがありました。西田陸空くんがドラフト指名をされたり、佐々木麟太郎くんがアメリカ進学を決めたりと、ますますアメリカ大学野球への注目が集まっているのではないでしょうか。その中で来年の MLB ドラフトで指名されるのが有力視されている選手がいるのはご存知でしょうか。ということで今回の結果は、アメリカで活躍する日本人留学生紹介。はい、いましたね。本当に久しぶりになってしまい大変申し訳ないです。今回紹介するのは大山丈一郎選手です。本当ね、去年にでも紹介するべき選手なんですが、いろいろあって今のタイミングになってしまいました。本当に申し訳ございません。いろいろなところから紹介してほしいというリクエストが何回も届くようなアメリカ大学野球界隈でも本当に有名な選手です。タイトルにもあるように大山選手は2024年 MLB ドラフト指名有力選手です。この動画では大山選手の旧歴、大山選手の凄さについて話していこうと思います。それではやっていきましょう。大山選手は2000年生まれの23歳、右投げ左打ちの選手です。身長168センチ、体重75キロと小柄な選手で、主にセカンドサードを守る内野手です。幼稚園の頃に野球を始め、中学は浦添ボーイズでプレーをしました。中学硬式野球クラブチームの全国大会ジャイアンツカップでも活躍をしました。高校は地元沖縄の興南高校でプレーをしました。1個下の後輩には現在オリックスの宮城裕也選手がおり、今でも交流があるとのことです。高校3年時にはチームは甲子園に出場したものの、怪我の影響もありレギュラーとして出場することはできませんでした。高校卒業後はアメリカカリフォルニア州のマーセット短期大学に進学をしました。1年目からレギュラーとして出場し、2年目、3年目と成績を着実に向上させてきました。3年目には42試合に出場、打率4割9分、8ホームラン、45打点、61得点、25盗塁の活躍をし、カンファレンス MVP に選ばれました。短期大学時代の活躍を評価され、カリフォルニア大学アーバイン校に返済不要の奨学金付きの特待生として編入を決めました。サマーリーグでも結果を出し続け、2022年に参加した西海岸最高レベルのサマーリーグ、ウェストコーストリーグでは、チームの歴代記録を更新する71得点、44盗塁、44四球を記録し、日本人史上初のウェストコーストリーグの MVP を獲得しました。4年生大学編入後の2023年シーズンでも大活躍をします。主に1番打者として53試合に出場し、打率3割1分9厘、7本塁打、44打点、出塁率4割1分8厘、14盗塁、OPS 9割1分8厘を記録しました。そして2023年の夏は MLB ドラフトの登竜門と呼ばれるアメリカ最高レベルのサマーリーグ、ケープコートリーグに招待されました。そこで大山選手は47試合で打率3割4分4厘、63安打、41得点、13二塁打、6三塁打、8本塁打、22打点、7盗塁、リーグ1位の OPS 10割6分9厘という驚異的な成績を残しました。その成績が評価され、ケープコートリーグのプロスペクトランキングで日本人史上最高位となる9位にランクインをしました。すべてのリーグで結果を出す大山選手は2024年の MLB ドラフト指名が有力視されている日本人選手です。大山選手のここがすごい。 NCAA ディビジョン1で日本人最高レベルの活躍。大山選手は2023年シーズン歴代日本人野手ナンバーワンと呼ばれる成績を残しました。大山選手が現在プレーしているカリフォルニア大学アーバイン校は全米体育協会通称 NCAA のディビジョン1に所属する大学です。つまりアメリカ大学野球界で最もレベルの高いリーグに所属しているということになります。カリフォルニア大学アーバイン校はビッグウェストカンファレンス所属で、今年度は37勝18敗の好成績を残しました。惜しくも全米ベスト64となるリージョナルには出場できませんでしたが、リードオフマンとしてチームを牽引しました。個人成績も素晴らしく、打率3割1分9厘、7本塁打、44打点、出塁率4割1分8厘、14盗塁、OPS 9割1分8厘を記録しました。OPS ホームランは、今までディビジョン1でプレーした日本人野手ではナンバーワンの成績でした。つまり、今まで NPB ドラフト、MLB ドラフトで指名されたどの選手よりも高い成績を残したこととなります。大山選手のここがすごい。アメリカ最高レベルのサマーリーグ、ケープコートリーグで MVP 級の活躍。大山選手は大学野球部の活動がない時期に行われるサマーリーグでも結果を出し続けています。2022年の夏は西海岸最高レベルのウエストコーストリーグに参加をして、57試合で83本ものヒットを放ち、チームの歴代記録を更新する44盗塁、44四球、リーグの歴代記録を更新する71得点を記録します。2023年の夏は2022年の夏の活躍も評価され、ホワイトソックスに指名された西田選手も昨年プレーしたケープコートリーグへの招待を勝ち取ります。大山選手はケープコートリーグでも驚異的な活躍をして、その名を MLB スカウトに強烈に印象付けました。開幕からヒットを積み重ね、昨年の西田選手と同様にオールスターに選出されました。
そしてなんと大山選手は日本人史上初のオールスターゲームでの MVP を獲得しました。大山選手はシーズンを通してチームをリードオフマンとして牽引し、チームをチャンピオンシップ決勝に導きました。勝てば優勝の優勝決定戦ではなんと先頭打者ホームランを含む1試合2本塁打を打ちました。 MVP レベルの活躍をしましたが、惜しくも2024年 MLB ドラフト全体1位候補のオーストラリアの主砲トラビス・バザナ選手が MVP を獲得しました。大事なことなのでもう一度言います。大山選手は2024年 MLB 全体1位指名候補の選手と MVP 争いをしたのです。これはすごいです。本当にすごいです。はい、シーズンを通して活躍をしたことでベースボールアメリカが発表したプロスペクトランキングではなんと9位に選出されました。大山選手のここがすごい。走攻守すべてでファンを魅了するプレースタイル。大山選手は走攻守すべてがハイレベルな選手です。打撃ではすべてのカテゴリーで3割を打つことができるコンタクト能力もさることながら、ホームランを打つパワーも兼ね備えています。個人的に注目しているのが打撃メカニクスです。体のパワーを余すことなく打球に伝える素晴らしい打撃メカニクスで、高打率と高い OPS を両立させています。走力でもファンを魅了します。アメリカ大学野球通算で100個以上の盗塁を成功させ、多くの三塁打を打ちます。堅実な守備にも定評があり、2023年シーズンには140の守備機会で守備率9割5分を記録しました。打撃、守備、走塁すべてで大学最高レベルの成績を残すのが大山選手の姿です。それでは大山選手のプレー動画をどうぞ。 3-1 Fastball, base hit center field. Kind of a balmy one last night, started to temper off a little bit, and now it's just a beautiful afternoon for baseball, and Oyama greets everyone here with...Chasing it back, that is off the wall. One run comes in to score for UC Irvine. Now both runners putting on the brakes as the throw comes to the plate. And it'll be a station to station hit. And in tow, would you try and squeeze on 3-0? No, you'll hit a gap base hit to the wall in right center field. Walking in is Gutierrez. Oyama in the second standing.Pons pitching from a stretch, the lefty back to two. Curveball, that's flared out into left center. Just stuck up his hand. Joe Oyama. Hit, and that's melted into left field. 0 for 2 today, 0 for 6 on the weekend. And shows bunt, bunt third base side, good bunt. Down to get it as the third baseman. This play by Bremner on the bunt. Here's a 1-1. And here's a bunt, it's a push bunt.Sebring charging and will glove flip, not in top 90 RBI station tonight. So Joe Oyama leads off for Fullerton, not wasting any time, swings first pitch, drives it deep center field, and that's over the head of Wolbert. To the wall it goes, and Oyama runs very well. He's thinking about three. Here comes the throw, and it gets away. Laced into right center field. And this will get 2-2. 2-2, two out, nobody on in the second, 2-0 Irvine. He slaps one to left, and that'll be a two-out single. I think they're just going to fight the whole league. Yeah, at some point, sometimes the NCAA. Here's a bunt up the third base side. Iverson's got no shot, and that... Three last night, but that's not the story of what he did. Swings and drives one to deep center field.Going back is the center fielder, looking up, and Gaines will watch it fly out of here. Two down, 1-0 pitch. Oyama gets another deep one to left center field. Stancato goes back. Stancato up against it, and another home run. Six. He has scored twice. That's hit pretty hard to right, and that bad boy might be out of here.Pitch to Joe Oyama. The hardest pitch is a high fly ball to deep right field. Drifting back is Ruzan. At the wall, it is gone. Well, season coming up right here. 14 RBIs. He's got 8 extra base hits, and he might have another one. He lifts one to deep right field to the wall and out of here. Joe Oyama.Small but mighty gets one straight away right deep.
いかがでしたか。このように大山選手は全てのカテゴリーで成績を出し続け、 MLB ドラフト候補まで上り詰めました。2024年の MLB ドラフトでは今年の西田選手に続きドラフト指名を受けることができるのかが要注目の選手です。これからの活躍も応援していきましょう。最後に一つだけお知らせがあります。これから西田選手のショーツ動画を投稿していきます。はい、お気づきの方もいるかもしれませんが、以前りくうくんが YouTube を投稿するということで動画を投稿しました。その際に5時間ぐらいのインタビュー動画を撮りました。その動画はもともとりくうくんの YouTube チャンネルや TikTok で流す予定だったんですが、いろいろと予定が変わり、その動画を投稿しないことになりました。その動画をちょっとお蔵入りにするのはもったいないので、りくうくんといろいろ話し合った結果、自分のチャンネルで動画を投稿することになりました。ドラフトの裏側やオレゴン大学の衝撃事実などをショーツ動画にして届けていくので、もしよかったらチャンネル登録して、動画をお待ちください。自分の TikTok アカウントでも動画を上げていくので、まだフォローしてない方はぜひよろしくお願いします。このようにこのチャンネルのアメリカ大学野球をプレイしていた自分がアメリカ大学野球にまつわる情報を投稿していくので、これからもご視聴よろしくお願いいたします。登録者1万人まであと少しです。本当に年内に登録者1万人を達成したいので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではスメリア。